どうも、今回は日本に帰国する際に必要なものについて簡潔にお伝えしたいと思います。僕自身ロサンゼルスから帰国する際に調べても調べても分かりにくいなという印象を受けましたので、何が必要で何に気をつけるべきかっていうのを僕の経験からお伝えさせていただきます。また僕は失敗してしまっているので、より皆さんに役立つ情報をお伝えできるのかなと思います。必要なものは4点です。契約書、質問票の QR コード、指定のスマホアプリ、そして陰性証明書になります。まず誓約書、これはダウンロードして印刷して書き込むだけです。2つ目、質問票の QR コード、これはスマホ上でいくつか質問に答えて最後に QR コードが出てくるんですけれども、それをスクショして保存しておきましょう。3つ目、指定のスマホアプリ、これは出国時にダウンロードしておかなくても大丈夫です。ですが日本に着いてから手続きがスムーズになりますので、ダウンロードしておくことをお勧めいたします。最後に陰性証明書です。これが一番気をつけないといけないんですが、 PCR 検査の Nosopharyngeal というタイプの検査を受けてください。僕は Noso というタイプの PCR 検査を受けてしまったので大変な目に遭ってしまいました。またアメリカにはたくさん無料でコロナの検査を受けれる場所がありますが、だいたい PCR じゃなかったり PCR でもノーゾーだったりしたので、有料のところで PCR のノーズファレンゼルというタイプのやつを受けることをお勧めいたします。そしてロサンゼルスから帰る人は空港の PCR 検査場で PCR 検査を受けることをお勧めいたします。僕はそれで帰国することができました。1時間で結果が分かるものが199ドル、3時間から5時間で結果が分かるものが125ドルで用意されています。ですが1時間で結果が分かるものは売り切れている可能性がありますのでご注意ください。また厚生労働省のサイトで陰性証明書は日本が指定するフォーマットで書いてもらってくださいみたいなことが書かれていますが、僕は空港で受けた検査の陰性証明書をそのまま印刷して提出して入国することができました。ただそれには必要項目であるドクターのサインが入っていなくて、日本で書類チェックをされる際に受付の人がちょっと上司に確認させてくださいみたいなちょっと怪しい時間が流れましたので、ちょっとドキドキしました。結局クリニックのロゴがドクターのサインの代わりになるんで大丈夫ですよって言われたんですが、もしかすると人によっては NG を出す人もいるかもしれませんので、心配な方は日本用のフォーマットに書き換えてくれるクリニック一覧みたいなのを見つけましたので、よかったらご覧ください。ちなみに僕は空港のクリニックで日本用のフォーマットに書き換えてとお願いしましたが、そういうことはやっていませんと断られました。以上です。ルールが日々変わるので注意が必要ですが、2021年10月末で僕はこれで帰ってくることができました。この情報が役立って皆さんが無事帰国できることを祈っております。では、すやっ。